行政書士に結局職域を荒らされてるって言ってこう、まあ、猛烈に怒ってるんですけど現実は行政書士の方が知名度高いわけだからあベンチャー企業の M&A は M&A バンク司法書士 YouTuber の加用真理乃さんに来ていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。非常にいいタイミングにお越しいただきました。いいタイミング、はい、っていうのがですね、はい、実は昨日一昨日か YouTube 見てましたら中田あっちゃんですね YouTuber 大学でこの会社が伸びてる時に売り上げが紹介されてました。パチ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 すごい。これマジやらせじゃないですかね。あっちゃんにこの、はい、書籍が取り上げられてたってことですよね。あ、そうですそうですそうです。すごいですね。寝る前に、はい、まあ、携帯チェックして YouTube 見てたんですよ、はい、あっちゃんも M&A のネタ上げてきたな、解説うまそうだなと思ってこう見たんですよ、はい、そしてなんか後ろのホワイトボードになんか僕が言ってる似たようなことが全部書いてあって、はい、あ結構あそういうこともあるんだなと思ったらこの本がドンと出てきたんですごいですね。感謝ですね。全然売れてなかったんですけど、それはおめでとうございます。すいませんちょっと、はい、一見ちょっとありがとうございます、はい、司法書士 YouTuber ですよね、はい、結構珍しいというか司法書士 YouTuber、うん、初めて1年半ぐらいチャンネル1年半ぐらい、はい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 、今でこそ何人かいるんですけど当時はもう全くいなくて、うん、自分の事務所のこう宣伝として始めたんですけれどもいつの間にか方向変わってきちゃいましたけどはいはいはい企業 YouTuber がそもそもそんなにいないですよね、うんうんうん、でその中でも司法書士ってジャンルになるとほとんどいないんでちょっと楽しくやらせていただいてます。なるほど、はい、1年半前ぐらいやって今登録者数でいくと2万4000弱ぐらいですかね。おでもすごいっすよね、はい、いやもう本当おかげさまで、うん、どういう感じでその登録者数増えていったんですか。初めはやっぱり司法書士の、うん、登記の話とか結構真面目な話してたんですけど、うんうんまあ、やっぱり伸びないんですよねそういうのって、まあ、真面目な話って、うん、でそこで結構ですねまあ炎上じゃないですけど、うん、業界の裏話とかちょっと愚痴っぽいことを始めたら結構伸びるようになって、はいはいはい、で今ではちょっと、まあ、行き過ぎてねいろいろ反省してるところもありますけど今年は心を入れ替えてまた真面目にね真面目なチャンネルも呼んでいただいたんで真面目にやっていこうと、うん、思っております。いや裏が聞きたいな、はい、でもでも普段は真面目に司法書士事務所をやっていて、はい、永田町ので、うん、3年目ぐらいかな、うんうん司法書士自体は日中、うんはい、ちゃんとやってます。なるほど司法書士なのかってよく聞かれるんですけどどういう業務がお得意なんですか。不動産か、まあ、会社かって結構両極端どっちか分かれちゃうんですけど、うんうん、私は会社関係の登記専門にやっていて、うん、会計事務所さんとかと連携してそれこそ M&A に関してもストックオプションの発行とかその辺の手続き関係を最近はメインでやらせていただいています、はい、弁護士の先生も入ってるんですけど最後もその、まあ、登記とかに関してはその会計事務所さんと連携してるんで、うん、最後の登記だけ来たりとか一緒にその打ち合わせ段階から入っていろいろと携わってで最後は登記とか、まあ、そのに合わせて期間設計変えたりとかいろんなところが意外と需要があるんでやらせていただいてるっていう状況ですね。なるほどですね、はい、これちょっと言えるかどうかわかんないですけど、はい、司法書士業界のちょっと闇をちょっと押してほしいです。闇ですか。これね僕ね M&A 業界のそのなんか闇を、はい、要はその売り手となる経営者に教えたくて僕始めたっていうのもあるんですね。 なるほど、はい、経営者目線でこういうのは知っておいた方がいいよみたいな、はい、まあ、司法書士の、まあ、仕事のなんか性質上しょうがないと思うんですけど、うん、実は、まあ、法律上司法書士が代理しなきゃいけないですよっていうこととかあっても、うんうん、資格のない事務所で働いてる補助者が、うん、まあ、決済業務とかをやったりとか、うんうん、でそういう現状ってすごいあるんですよ。なので資格がなくてももちろんできてしまうし、うんうん、最近ねよく言うのが、うん、まあ、司法書士と結構行政書士がですね、うん、不毛な争いをずっとしていてどういう争いをするんですか。はい、いや結局会社設立においても、うん、司法書士が実は代理しなきゃいけないんですよね。法律上その代理になれるのは司法書士だけなんですけど、うんうん、やっぱり世の中の認識的に行政書士の先生作ってくれるって感じするじゃないですか、うんうんうん、実は行政書士の先生本当は代理人になっちゃダメで、うんうん、まあ、書類作って本人が作りましたよって手で申請してるんですよ行政書士の先生って、うんうんうん、で本当は司法書士がやらなきゃいけないので行政書士に結局職域を荒らされてるって言ってこう、まあ、猛烈に怒ってるんですけど現実は行政書士の方が知名度高いわけだからしょうがないわけなんですよね。この辺ずっとなんか不毛な争いをしている。そんなうちに会計ソフトのフリーさんとかが自分たちで作れるソフトとか作っちゃって、うんうんうん、司法書士は政治力が弱いんでずっと蚊帳の外にいるっていう状態で、うんうん、司法書士の職域ってどんどん他の業界の人たちが取ってっちゃってるんですよね。資格を持ってない人も司法書士の業務をやり始めるっていうところで、うんうん、まあ、闇っていうよりなんか業界自体が下がってきちゃってるところ
があって、うん、で私はなんかその中でも司法書士って、まあ、もちろん試験も結構難しいんですよ、うんうん、いろんな専門的な勉強してるんで、それこそ MA とかもっといろんなところに関わって役に立てるとこアドバイスできることたくさん知識的にあるはずだから、うん、なんかその不毛な争いじゃなくてこういう業界とかにもっともっと関わってほしいなってすごい今も思ってるんです、うん、その行政書士とそんな なんか職域なんて戦ってないで、うん、そんなくだらないことしてないで、はいはいはい、もっと試験があの行政書士とは私行政書士を持ってるんで分かるんですけど、うん、レベルが違うんです全然本当に難しさが、うんうんうん、なのでどっちが難しい、まあ、もちろん司法書士も難しいです、ね、はい、で会社法も もうものすごく勉強するんです。なのでもっとこういう業界関わったりとかして、うんうん、アドバイスとかしてっていうようになってほしいんで、私も YouTube でいろいろと司法書士知ってほしいと思ってやってます、ね、うんうんうん、お綺麗だからすっごい案件集まってきそうな感じですけどそんなことないですよ全然、はい、もちろんあの YouTube のおかげで、うん、ネットからの問い合わせとかっていうので仕事が来たりとかっていうのは結構ありますね。なるほどですね。 YouTube 様々ですね。 YouTube 様々なるほど。さっきちょっと言われてたその不動産のところも聞きたいんですよ、はい、不動産って詐欺多いじゃないですか。はいはい、地面師です。地面師、はいはい、地面師僕ね、昨年ちょっと本読んだんですよ、あの大きな事件もあったじゃないですか、はい、ああいうのなんか防げたりするんですかね。あれはですね、ああちょっと待って、もう時間、はい、時間ですから、はい、それはちょっと先生また次回ということで、わかりました、はい、はい、また M&A バンクでお会いしましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 M&A のアドバイザーに頼む前に、資金調達ももう投資家に話をする前にいろんなアドバイスができると思いますので、ぜひご相談ください。お問い合わせお待ちしております。